韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと囁かれているね。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいと思うがな。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだった、チュンチョンナムドの祖山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因が、バードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のためチョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でもランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたぜ。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると、約30トンだったと空軍関係者が説明したと紹介している点だね。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったみたい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいってわけだ。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響でランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だろうな。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたぜ。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだ。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、
ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたようだな。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だと思うぜ。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により膠着装置が作動しなくなり、チュンチョンナム都市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったぞ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないんだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているみたい。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたな。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設 FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトが設置されているのは周知の事実だよな。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどのロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を実行できる。国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよね。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達と、ほぼ変わらないため現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。太平洋戦争の終結とともに独立した朝鮮は、旧ソ連が代表するいわゆる東側と呼ばれた社会主義諸国と、西側と呼ばれる自由主義諸国を代表するアメリカとの間の駆け引きによって、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国と韓国とに分断されたよね。そして、同じ民族でありながら互いに敵対することとなって朝鮮戦争が勃発したぜ。この朝鮮戦争は、北緯38度線を非武装地帯とする休戦状態が2024年の現在も続いていて、韓国にとって最も危険な敵性国家は陸続きで同族の北朝鮮であるという悲劇が継続されているわけだ。今回は韓国の潜水艦建造について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、上述したことから韓国の国防上、重要であったのは陸上戦力とそれをサポートする航空戦力であり、
大きな海軍を持たない北朝鮮に対する韓国海軍にとっては潜水艦などの装備は優先順位が低かったよ。それに比べると日本は周囲を海に囲まれた島国であるために、かつての旧日本海軍では世界でも高水準の潜水艦建造技術を保有しており、太平洋戦争後、新たに発足した海上自衛隊内ではその過去の遺産を生かして国内開発の、日本独自の国産潜水艦を建造することを待ち望むが上り次第に大きくなっていくんだ。旧日本海軍では太平洋戦争末期に、それまでの主力潜水艦であった水上航行を主体とした、いわゆる潜ることもできる水上艦という意味合いの河川艦に対し、先行することを大前提として水中速力の向上を重視した船高型と呼ばれる高速潜水艦である E201 型潜水艦を開発したね。この E201 型潜水艦は水中における高速航行性能を重視した水中高速潜水艦で、水中高速航走性能を追求するため艦体における抵抗を極力低減するための設計がなされているぜ。船体及び艦橋は流れ線化設計がなされ、艦体の外部で使用する様々な機器や偽装装備などの突起物は気筒式になっているかもしくは簡素化が図られたな。艦体上部の注水穴や錨を収納しておくアンカーレセスなどには海水の流れを整えるための整流板が設けられ、それまでの潜水艦に水上艦と同様に設けられていた船体下部のビルジキールは廃止されたほか、海上攻撃用の砲などの搭載を止め、艦橋前後に設置された 25mm 単装機銃は潜航中には甲板の格納スペースに収容されるようになっていて、これらによって完成後の水中速力試験では最大速力19ノットを記録したよ。海上自衛隊ではこの E201 型潜水艦などにおける旧海軍の技術を活かしつつ、戦後にディーゼルエレクトリック方式の機関を持つ林岡田を開発建造し、そこから発展型の夏潮型、やや大型の大潮型を経て浅潮型につなげ、水中航行性能がより重視された完全複から構造の類的型の艦型を持つ水中最大速力20ノットの渦潮型潜水艦を生み出し、さらに有潮型から春潮型へ大型化していき、1994年平成6年に部分単核構造で葉巻型の艦型を持ち、静粛性が高められた親潮型が登場したってわけ。そして、X 字型舵が採用された双流型からリチウムイオン蓄電池を搭載した現時点での最新鋭主力潜水艦である太平型へとつなげてきたわけだな。そのように潜水艦建造技術を発展させてきた日本と違い技術の蓄積が全くなかった韓国だったんだけど、北朝鮮海軍が中国海軍から通常動力型潜水艦を導入した上で、小型ながらも潜水艦の自国開発と建造を進めているとの事実に直面し、遅まきながら潜水艦の保有計画が立ち上がったよ。KSS-1 と名付けられたこの計画において韓国は、潜水艦を運用しているアメリカや日本の協力を得られなかったためにドイツの209型通常動力型潜水艦の建造技術を導入することとなり、ホバルツベルケドイツ造船 HDW21 番艦として張り保つ沢ちゃんぼこを発注し1993年に収益させ、その後の2番艦李船と3番艦蔡茂船の建造は艦隊ブロックを HDW に製造させて韓国の手を造船海洋で組み立てる、いわゆるノックダウン生産方式で実施され、4番艦僕以降を韓国でライセンス生産するという手順で潜水艦建造技術やメンテナンスなどの手法の習得を目指したんだ。ジャンボ5級通常動力潜水艦は水中排水量1285トン全長56メートル全幅 6.2 メートルほどの小型艦で、機関方式にはそれまでの潜水艦と同じオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されたディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、当初18隻の建造が計画されたが9隻で建造終了となり、韓国海軍は次に同じ HDW 製で燃料電池方式の非対機依存推進機関 AIP が搭載されより大型の214型通常動力型潜水艦を導入するみたい。韓国は旧式の214型を手を造船海洋とヒュンダイ重工業にライセンス生産させることによって、
潜水艦の設計建造技術の習得を終えたとみられ、その後のトサンアンチャン補給の設計建造を独自で行えるようになったな。韓国が建造した214型の1番艦ソンゴニルは水中排水量1860トン全長65メートル全幅 6.3 メートルと、チャンボ5級より一回り大型であるが、AIP を実現した燃料電池が潜航中に停止したり、スクリュー軸から発生する騒音が大きく問題となったために軸を交換したり、韓国メーカーがライセンス生産したボルトに欠陥があり艦橋と甲板をつなぐ部分が漏水するなどの不具合によって、旧跡の同型艦も含めて運用停止措置にされるなどの問題が発生しているぜ。韓国ではこのような経緯を経て2011年8月に、初の大型国産潜水艦として KSSIII チャンボコ3とも呼ばれる3000トン級の、トサンアンチャン補給通常動力型潜水艦を就役させたことを明らかにして、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本と肩を並べる潜水艦が建造可能な国家となったことをアピールしたよ。トサンアンチャン補給潜水艦バッチ1は水中排水量3800トン全長 83.5 メートル全幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルで、214型のソンゴニエル級と同じく、機関方式には従来と同様の鉛蓄電池を使用したディーゼルエレクトリック方式に加えて AIP として燃料電池が採用されているんだ。ソンゴニエル級では潜航中に停止するなど大きな問題を起こした燃料電池だが、トサンアンチャン補給に搭載されるにあたり大きく改良されたとされ、これまでのところ不具合が生じたといったような情報は明らかにはなっていないな。ソンゴニエル級のパッチ1は2番艦暗部と3番艦深彩鋼の3隻のみで、続くバッチ2が2023年3月からテウ造船海洋で建造が開始されており、このバッチ2では従来の鉛蓄電池に変えてリチウムイオン蓄電池が導入されることになっていて、バッチ1以上の水中作戦能力と運用時間の向上が期待されているぜ。また韓国のメディの報道では、バッチ3が原子力潜水艦となる可能性が言及されているが、これについては韓米原子力協定などがあるために同国が原子力潜水艦を建造することは難しいとの見方があるな。そしてトサンアンチャン補給潜水艦の最大の特徴は、艦橋後方にミサイルの垂直発射システム VLS が6セル搭載されている点だぜ。この VLS には艦対地ミサイルが搭載されるとして、当初は巡航ミサイルの玄武 3C が収容されるものとみられていたが、韓国のメディアでは玄武 2B を元に開発された潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM であると報じられ、2021年9月15日には、最新 SLBM の玄武44を1番艦トサンアンチャン補の VLS から水中射出する、試射が行われ成功したと伝えられていて、さらにバッチ2に搭載される VLS は10セルに増備される予定らしい。ただ、韓国が地続きの北朝鮮を仮想敵国としているのであれば、このトサンアンチャン補給のような長射程の弾道ミサイルを発射できる潜水艦は必要ないとされ、VLS が装備された潜水艦を保有するのは、日本を仮想敵国として意識している可能性を否定できないとする見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今回は少し違った角度から韓国 F-35A 戦闘機状況を見ていくよ。最後にこれを見た日本の反応についても紹介していくね。特に整備や修理の課題が浮き彫りになっているな。韓国の戦闘機運用に対する疑問や批判が多いようだぜ。やっぱり日本での整備自体は望んでいないし、LINE 問題から反日感情を煽っている次期有力政権が今後また日韓関係破綻へもたらすとも言えるよね。レーダー照射問題についても触れていくぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2020年6月22日まで遡り、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス戦闘機が離陸準備の作業をしていた時のことなんだけど、実はその日の午後から、とある訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したんだ。韓国空軍は敵のレーダーに捕捉されることがない、
自分の作戦を速やかに実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど2021年までに実戦配備する予定としていたよ。ただし、ここで少し問題というか、課題があることに気づいたわけだが、平時の戦闘機は、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行わなければならず、これらは国の防空を担う重要な精密機械である以上、当然のことなんだよな。この F-35A ステルス戦闘機はアメリカの航空会社ロッキード・マーチン社が製造した航空機であり、相当高額で購入させられたと思われるが、戦闘機自体の設計図などは完全非公開となっているぜ。もちろん、製造したアメリカ側としても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は、公開したくないのは当然のことであるため、絶対に設計図も渡さないと思うぞ。そうなると、アップデートするにしても、修理をするにしても、購入した韓国の能力や技術だけではお手上げ状態になると考えられるよね。さらにはっきり言えば、韓国では機体の内側には決して触れることもできないのが現状であるため、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本やオーストラリアなどで整備しなければならない羽目に陥っているってわけ。しかし、韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないだろうけど、万が一にでも、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を振り返っても、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りするのが妥当だよな。その上で整備するなら他の国を探してくださいとアドバイスをするのがベストだろうし、さらにそこで今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて、勝手すぎるでしょう。日本では受け付けることができません。どこか他の国で修理したらいかがでしょうか？と言って、あからさまに拒絶すると世界の目が気になるため、あくまでも柔らかくお断りした方が身のためだと思うぜ。それじゃあ、ここから日本の反応を見ていくよ。韓国が新しい法案を作るらしいが、それは戦闘機のメンテを日本では絶対しないという法案だそうだ。日本はアジアの整備拠点 FACO なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテナンスをするのが戦犯。戦犯と騒いでいる三菱重工だと知ったら、スピードアップして法案成立だよね。日本が嫌なら、自走で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアに行くか、もっと遠いヨーロッパのイタリアまで行って整備すればいいよ。その途中でレッドチームにでも寄ってステルスの内部を見せて情報を買ってもらい、購入資金に還元するかもしれないけどね。このような、かなり辛辣な感想が投稿されていたね。ちなみにレッドチームというのは中国だけでなく、ロシアなども含めた共産圏を指して使っているんだろうな。もともとの意味は業務等を改善するために作られた、違う視点を持った者たちのグループということだったが、レッド赤、すなわち共産党という連想でレッドチームと呼ばれるようになったらしいぜ。さて、当然ながらアメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国の行為に対して、事実上まだ停戦中の北朝鮮が黙っているわけがないよね。おそらく金正恩総書記であれば同族でない韓国が北朝鮮との融和を前面に出してきても、裏では我々が信用できないと思って、軍備増強に走ろうとしていると認識するんじゃないかな。再び2010年のヨンピョン島における北朝鮮軍の砲撃で4人が死亡した。悲惨な出来事や38度線に緊張が走るようなことが起こりそうだね。それと、もう一つ懸念されることがあって、韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を、売ってしてしまう可能性が高いのではないかと推測されていることだ。もちろん、このあたりはアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していることは間違いないだろうな。表向きでは同民族と言わない韓国と北朝鮮は裏で他国に対して歩調を合わせることも多いから、アメリカも韓国と同民族と思っている北朝鮮を無視するわけがないぜ。日本政府の考えとしては極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日米韓 VS 中ロ北の図は維持したいはずなんだ。今までも幾度となく動きがあった朝鮮統一だけど、万が一にでも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国とロシアの対立軸に、自分の都合の良い時だけ、どちらにもすり寄る国家になるだろうね。
そして、裏で取引を餌にした外交が展開されることも十分に予想されるな。国の政治戦略としては当たり前のように行われるパターンでもあるコウモリ外交が横行し、かつ統一朝鮮が激烈と言えるぐらいの反日国家になることも容易に予測されるぜ。そのやり方は常に上から目線で、かつての旧日本軍が駐留していた頃も蒸し返し、自分たちの拉致問題を、棚に上げつつ理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあると思うぞ。もともと国内の不満を外国への憎悪にすり替えるという考え方も、政治手法としては古代中国の時代から、現在の習近平政権によっても植え付けられているね。統一朝鮮内でも自国民の不満を日本に責任があると理由付けして、あからさまに反日運動を、後押しするかのような振る舞いも、今までの前例を見れば朝鮮で当たり前のように行われる現象なんだ。そういう事実や想像から導き出される結論として今なお続く朝鮮半島が分裂した状態で、かつ互いが戦争状態であることが日本やアメリカにとっての国益になるというだよね。それじゃあ、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを見ていくよ。どう考えても韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが最低ランクだ。なんと、5段階中、一番下のレベル1である。どうして最低なのかの答えは簡単で、価格が安いからだ。つまり、防衛予算が少ないから、多大な費用をかけられないということである。もしかしたら内部備品を節約しているのかもしれないな。アメリカから買った韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低く設定してある。あの戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も驚くほど低い。こちらも最低のレベル1であるのは、経費節約のせいだから仕方ないか。このアビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器であり、飛行のために使用される電子機器のことを指しているぜ。その中には精密な通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれているってわけだ。単に羅列されただけで、これらの性能が低ければ低いほど、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが容易に想像と思うぜ。要するに近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全くもって使い物にならないという結論になるぜ。はっきり言ってしまうと、韓国が持っている F-35 ステルス戦闘機は見かけだけのハリボテ飛行機と言ってもいいかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。